こんにちは、湘南大森クラブです。今日やってきたのは JR 相模線寒川駅から徒歩約11分のところ、県道47号線伊勢原藤沢線沿いに店を構えるラーメンショップ寒川神社近くのラーメンショップ寒川西店で訪問です。券売機でチャーシュー麺大盛りとビールを注文。ビールは瓶ビールと生ビールがあります。キンキンに冷えたジョッキで昼間からビールを飲むのは最高ですね。チャーシュー麺大盛り1200円、固め濃いめ、トッピングはチャーシュー6枚、海苔、わかめ、スープは定番のと豚骨醤油、麺は中細のストレート麺、大盛りは2玉入っています。いただきます。麺はお約束のストレートの細麺、パツとした食感の茹で加減でした。固めにしましたが、食べ進めると徐々にクニャッとしてきます。ちょうど良いすすりやすさ。スープは見た感じは濃厚な豚骨のイメージでしたが、醤油が強く感じられつつあっさりした感じ。化学調味料より醤油の味が目立ち、旨味が目立って感じられます。具はチャーシューが美味しく、ビールによく合います。一般的なラーショより大きめにカットされた肉で、味付けもよくうまい。わかめは少なめに見えますが、丼に結構沈んでいるので分量自体は多め。海苔はややしけのラーショらしいもの。平均的ラーショの味わいかもしれませんが、これぞラーショだと思っていただきました。卓上の調味料などで味変できるし、最後まで美味しくいただける。ラーメン激戦区の寒川でかなり上位に食い込むうまさです。寒川神社に参拝するついでにぜひ立ち寄ってみてください。ごちそうさまでした。